倉吉市は、鳥取県の中部に位置する市である。当市は、県中部の玄関口としての役割もある。うつぶき城から望む倉吉盆地市内には、うつぶき玉川地区をはじめ土蔵が多く、交番や公衆トイレにも、土蔵のデザインが採用されており、白壁土蔵の町として知られている。当市を含めた中部の市や町は、鳥取なしの花温泉号を形成している。 生活文化や監修、方言については、鳥取市など県東部の影響を強く受けているところが多い。倉吉市中心部周辺の空中写真。2016年10月22日撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。倉吉市の中心市街は、 うつ吹山のふもとで、天神川と支流の小鴨川が合流するあたりに形成されている。両川の流域を倉吉盆地という。地域の一部は盆地の外側にあり、北条平野の一部になっている。南部や西部は、宝岐大山から続く丘陵地帯になっている。東部には、東白山地がある。山地河川平野古代には、宝岐国の国府、国分寺。 国マデ寺が置かれていた。在庁官人出身の小鹿野市は岩倉城を本拠地として黒人領主として成長し、鎌倉時代以後は守護代として勢力を広げた。南北朝時代から室町時代にかけて田内城や宇都吹山城が築かれ山梨の守護所が置かれた。宇都吹山城の城下に広がったのが現在の倉吉の町の起こりである。 山梨の衰退後は、羽衣岩城を拠点とする、国人南城氏の支配下に入った。南城元次は、豊臣秀吉に従って、宝起刀病を治める大名の地位を安堵され、宇都ぶ城と城下町倉吉の整備が行われた。関ヶ原の戦いで西軍についた南城元忠が改役されると、倉吉は、与那子藩主となった、中村はじめ中の所領となったが、 慶長14年の中村司会役により以後は天領とされた。慶長19年には安房国立山藩から里見忠義が倉吉に移されているが、実際には入るに等しく支配とは言い難い。現が3年に池田光政が鳥取藩主として入法すると重臣である池田四邸が倉吉に入った。寛永9年池田光政と入れ替わりで、 池田光中が鳥取藩主になると、家老倉吉荒尾氏の放置となった。自分主政治を許された荒尾氏は、うつぶき山麓に陣屋を設けて、倉吉を治めた。江戸時代の倉吉は、商工業の中心として繁栄した。江戸時代中期以降に、倉吉で特産品となったものとしては、稲古木千葉や倉吉ガスリが挙げられる。うつぶき玉川地区には、 江戸時代後期から近代にかけての伝統的建築物が残されている。里見家の最後の当主であった立山藩主、里見忠義は江戸幕府によって法規国に事実上配慮され、1622年にその地で没した。この時忠義に順守した八人の家臣があり、戒名に共通して剣の字が入ることから八剣字と称される。彼らの墓は、 倉吉市の大県院にあり、また倉吉から分骨した墓が、立山城のふもとに建てられている。この、八賢寺を、南宋里見八賢殿での八賢寺のモデルに求める、説もある。もっとも、この言説が広まったのは、八賢殿が一世を風靡してからとも指摘される。市長役所市議会倉吉警察署、鳥取県立厚生病院倉吉、郵便局郵便番号は、 以下の通りとなっている。2006年10月16日、2019年10月15日の再編に伴い変更された。海外国内商業日本海新聞中部本社、新聞社放送局中継局鳥取看護、大学専門学校倉吉駅道の駅兼、京倉吉駅は代表駅かつ同市唯一の鉄道駅ではあるが、市の中心部からは離れている。 鉄道路線かつて存在した鉄道山盛駅から岡山県勝山町の中国勝山駅まで南勝サ線を延伸させる計画だったが実現することなく1985年に廃止されている。宇都木駅は市の中心部にあり開業時の名称は倉吉駅で後に宇都木駅に改称された。この間倉吉駅は上井駅を名乗っていた。 市の中心部へは、倉吉駅から、路線バスを利用する。路線バス高速道路国道県道うつぶき城、うつぶき玉川倉吉パークスクエア20世紀な式記念館,館内、シンボルツリー野球サッカー2005年3月22日の合併により、住所表記が以下の通り変更された。また、大技は表示しない。市外局番は0858となっている。ただし、 点予法は0859から177である。ありがとうございます。